はいどうも、良平です。よろしくお願いいたします。はい、本日は前回の動画に引き続きエンジョイカップの、ラガーズですね、ラガーズエンジョイカップの予想をお届けいたします。ZOZO前ラストで、前半ね、打線がつながりました。そちらの動画は前回の動画をご覧ください。はい、そしてバッターは7番の谷田からです。ちなみに回は3回です。これ当たり良かったんですけれども、レフトライナーとなってしまいます。はい、そして8番の良平になります。さっきはねボールを振ってしまったんで、はい、これは初球見てまずはボール、そしてお次の球もボールで2ボールとなって、これあーナイスキャッチ。そしてファースト送球でちょっとねそれって足離れたように見えたんですけど、これはサードのファインプレーです。いや、ナイスプレーでした。してやられました。そして8番の神田さん、これ打ちに行ったところ美味しいけれども痛いよな、デッドボールで、まあチームとしては美味しいですね、3人で終わらなかったっていう点では、まあ、ただちょっと痛いですよね。そしてラストバッターに高橋さん、高橋さんもね、さっき左中間にいい当たり打ってますので、この打席も期待したいところです。さあ2ボールとなって、これ止めたバットに当たってしまうピッチャーゴロでチェンジとなります。この回は初めてかな、無得点で、終了となります。3回のマウンドにも宇龍さんが引き続き上がります。これまず初球ストライクを取っていきます。これねピュッとくるんですよね、ウルーさんのボール、これよいしょ、アウトロービダビダジャストオールキング、ナイスピッチ。あそこね一番遠いところ、まあ打てないですよね、そう簡単に。ナイスボールです。はい、これサード、ただこれはね並木に当たってファールとなります。はい、ワンストライクでこれ打った時セカンドフラフラーと上がった打球をキャプテン神田さんががっちりとキャッチ、これで2アウトになります。この回はね、簡単に2アウトを取っております。いいリズムですね。はい、そしてこれがわずかに外れてボール、ただね初球いい感じの入り方ができたんじゃないかなと思います。さあ2ストライク追い込んで、これあごめんなさいごめんなさい、やりすぎました。ちょっとね、あの手だけでいくんじゃなくて体ごといっちゃってね、一番最悪な見せ方ですよね、申し訳ないです。はい、2ボール2ストライク取って、この時フラフラっと上がっただけヒロトがチャージする、よく追いついた、ナイスキャッチです。この回ね初の三者凡退に抑えます。打順よくラガズの攻撃は先頭の斉藤さんからになります。本当にね足が速いんで出塁したら本当に武器ですよ。これ初球ストライク、はい、まあ、じっくりと見ていってます。お次の球がストライクで追い込まれて、そしてこのボール、おお、インロー手が出ず見逃し三振となります。さあここまでねちょっといいところがない翔平に打順が回ります。これ初球見逃してストライク、はい、どうにかね1本欲しいところです。次の球もストライクで追い込まれて、あーっと変化球を振らされて三振、この日タイミング合ってないですね。ここまで、この回6球で終わってしまっています。はい、そして続くバッターウリオさんのところ初球ストレートを取ってくる、そしてフルカウントになってこのボール、あーボールかと思いきやビタビタ入ってますね。これでね3者連続三振、1番からだったんですけれどもやってしまいました。さあそしてマウンドにはヒロトが上がります。今回はやらかさずに抑えられるか、はい、初球からねいきなりとんでもないボールを投げております。ちょっとはっきりしすぎかな。さあここからどういう風に修正していくか、はい、OK、 まあね1球目に比べて全然いいボールですよね。はい、その後もストライクで追い込んで、さあお次は何を投げる、さあこれキルキルキルっと転がっただけ拾っとしっかりと取って、これはうまいですね、難しいゴロをしっかりとアウトに取っています。これは拾っとナイスプレーです。はい、お次のバッター拾っと左バッターあんま得意なイメージないですね。ちょっとねやっぱ明らかなボール球多いですねこの日、ストライクに入る球とねはっきりしすぎてるかなと、そこはちょっと修正してくれてですね。はい、そしてこれセカンド神田さんしっかりがっちりと取ってファースト送球アウト、これで2アウトですね。
ポンポンと2つアウト取れました。ヒロトのいいところって投げっぷりなんですよね。別に球が速いとか遅いとかじゃなくて、しっかりと投げ込めるっていうのは、まあ、そこはいいところなんじゃないかなと思ってます。はい、そしてこれは柴田さんがチャージしてきてキャッチ。この回も3人で抑えることができました。ヒロトナイスピッチングです。はい、そして5回の攻撃、この日大当たりの4番谷中からになります。もうここまでね2本出てますから、ホームランとタイムリーかな。さあ、お先頭でどんな打席を迎えるのか。これ初球がストライク、そして、お次のボールもストライク、ここで追い込まれます。さあ、ここからバッティングサイド変えてポツンと、ただこれが抜ける、しぶとくヒット、止まらないですね。この日猛打賞です。いや、ナイスバッティング打つね本当に。そして5番の柴田さんもただいま大当たり中、これ初球がストライク、そしてお次のボール、これがパスボール、バッテリーエラーとなって、この間に谷中が進塁になります。さあ、チャンスですよ柴田さん、首位打者柴田さん。さあ、ここでもう1本出るのか、打った、これがレフト線へ落ちる、二塁ランナーの谷中が、これは余裕ですね、ホームインと、これで7点差、柴田さんも猛打賞になります。これはね、もう首位打者いっちゃったんじゃない、これで。さあ、不調のヒロトも続きたいところだが、これがね、まあファール、ちょっと本人的にはあまりいい感じじゃないのかな。まあ右方向、ボール球だったからかな、右方向に打ててるのはいいのかなと思ったんだけど、はい、これ牽制悪送球となります。この間に柴田さんが進塁し、まあ、二塁まで行きますね、チャンスになります。さあ、チャンスになったよヒロト、ここで1本出ればね、状態も上向きになるんじゃないかなと。さあ、1本出してくれ、ただこれ引っ掛けてしまい、サードゴロ、アウトとなってしまいます。せめて逆方向ですよね。ヒロトもなかなか不調を抜け出せないですね。そして、1打席目にヒット、2打席目レフトライナー、当たりがいい谷田に打席が回ります。谷田もね、本当に打てているのでぜひ打ってほしい。ただこれ、おー、キャッチャーナイス反応、これも打った谷田に笑うしかなかったですね。キャッチャーの超反応でアウトになってしまいます。さあ、何らかで両辺も全然ヒットが出ておりません。ここでなんとか欲しいところです。さあ、ツーアウト出るか、ただこれ、振りに行ったところ、イン入るボールが来て避けて当たって、そして走っていないでエラーしてても、これはまあ間に合わないですね。あそこで打ってから、まあちょっと逆向きになっちゃったからすぐ走れなかったんで、そこはちょっとダメでしたね。はい、そしてこの回抑えればコールドの場面、マウンドには谷田が上がります。これで幼馴染バッテリーです。実はあんまり組んだことがありません。はい、これフルカウントになって、これサードゴロに打たせる、ショートかサードか、ヒロト、うわっ、はい、やらかしました。久々にね、入ったサードでいきなりエラーをしてしまいました。まあね、ちょっと確かに期間空いてたから、ずっとこの間外野守ってたから、まあと言いつつね、ちょっとエラーはいただけなかったですね。はい、そしてこれが2ボール1ストライクとなります。お次の球、これがインコース当たってしまいます、申し訳ないです。インコースのツーシームだったかな、サインが、ちょっと思ったようですね。はい、これでノーアウトランナー1、2塁となります。これがファールですね。単にまっすぐもね、ピュッとくるので威力ある、まあキレのあるまっすぐ投げ込んでくるので、バッター振り遅れたりとか芯取られないってこともある。はい、これがライト下がって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 配送してナイスキャッチ、嫌だか、これはねいいプレーですね。ワンアウトです。ただタッチアップでランナーが3塁1塁となります。ここでね、なるべく、まあ、できれば点取られないでこの回で終えたいなといったところ、谷田どう抑えるか。はい、初球これストライク、いいボールですね。はい、そしてお次のボール、上またも外に構えて、
これがライトにフラフラーっと上がっただけ落ちるか、いや全然落ちなかった。これランナーが飛び出しており、判断ミスで警察になります。これでゲームセット、コールド勝ちになります。飛ぶ前にね、チームとしてはいい流れができたのではないかなと思います。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではアイシャー視聴兵 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ来て野球やろうぜー。